成功。いや、後ろから。ドロップシャリ。チャンスになるか。中山から、そして瀬古です。今度は瀬古カットイン。中に入ってきた。そして瀬古シュート。半身で皆川。瀬古は長いボール。セルマ。下がって渡辺強い。おっと取り返したセルマ。抜けて草のオンサイド。かわす。チャンス。流し込んだ。はい。大体のパス。うまく相手をかわして瀬古。できたか、途中でカット、さらにフィニッシュ、わずかに左に外れました。このボールは瀬古が奪います。さあジャーメインに出ました。カットは受けますから、はい、ちょっと注意したいですね。はい、あ、ミネイロ決定機シュート。へーだけ若い方とコンビを組んでます。チャンスシュート、ナイスゴールが入った。ここはニア、ニアで釣らしてファルテイド押し込んだ。ズレさんで速攻の糸口を探る横浜 FC、 場所に出してサウロミレイロ、おー中に入れてきた。チアコの近沢でセコタツキ縦に入れる、うまい渡辺和馬が来た。先制横浜引き込んでいって松浦前向いてセコ。中央の瀬古、ミドルあるのか。ミドルでシュートを打ってきました。いいの始まり。瀬古からの低いボールだ。クニュー、ね、前島からこの瀬古スペースにボールが出て小川です。どうぞこれシュート先生。さあ瀬古です。あー、いいボール入りました。流れてヘディングシュートは最後キーパー総力が取り、戻して瀬古浮かすヘディング。後半はこれが1本目。ファーサイド墓元。瀬古です。右サイドのマギーニがいますが、ここは縦にクレーベです。さあ背負ってし、ここ狙う。ジャブに出ていく、バックスピンがかかった、折り返してサウロミネイロ。ここは瀬古からのボール。ここでガブリエル折り返し、面白いよ、勝ちました。瀬古からのボール、おお、七のクロス、一味後ろからシュート、成功。先制昇格チーム横浜 FC。